ザ・シチズン AQ402054W の購入後1ヶ月のレビュー動画です。厚みが 10.6 ミリしかありません。ボタンを押すと秒針が動いて残量を表示します。1なので3から100日間みたいです。光発電エコドライブなので電池交換は不要です。時計の重さは 80g しかないです。カタログ上は捻挫プラスマイナス5秒です。この角度の赤色が気に入って購入しました。正面から見た時の色はあまり好きではありません。1969年のシチズンのパンフレットにもロトの紋章みたいなマークが載っています。建造物の支柱構造からインスパイアされた幾何学的なパターンを文字盤上にデザイン。すごく細かいところまで加工されています。今のところ大きな不満もありませんし、この赤色が気に入っているのでいい買い物だったと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。